はいどうもです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日の動画はね8月のね後半、後半15日から8月中に撮影した動画のピックアップ動画になります。それで、私はねこの30年間かけてねバイクとか車ずっと集めてきたんですけど、それをね毎日楽しんでるガレージライフの動画になります。それでもし気になるような動画がございましたらね、再生リストの方から例えば4ミニとかあとモンキーとかサニトラとかゼファーとか、ごめんなさい、ドアが閉まっちゃいました。まあいろんなねカテゴリー分けもしてますのでね、そちらの方クリックしていただいたら全編がご覧いただけますので、そちらの方でご覧ください。とりあえず今日は8月の後半戦、どうぞご覧ください。このロケーションどうですか。車から降りて散歩で滝、それで、この5000人の記念というかね、まあ私に、自分へのご褒美ということで、それで、T シャツを作ることにしました。どうですかこの T シャツ、こんな感じで今ね発注しててね、あと1週間ぐらいで、できてくると思うんですけど、もうめちゃくちゃ楽しみなんです。それでこのね私のこの YouTube は本当にね一人でね撮影して一人で編集して、一人で考えて毎日やってるっていう感じで、それで、ね、まあこんな感じでね、現場に着いたら自分で今日 GoPro 使おうかなとか、まあ何使おうかなとか考えながら、気分がめちゃくちゃいいので今日はねちょっと86でね今から峠でも走ってこようかなと56歳のおっちゃん思ってます。そんな感じでまあ車載カメラとかまあ走る動画
これつけるまで行きますって言って、初めに案内したんですけど、世に考えたらこれつけるときにね乾いてないので、このクリアがまた剥がれれば嫌なので、ちょっと一晩これ、もう乾かすようにします。それでも今日はここまでということで、56歳おっちゃんのガレージライフ、今日はバギー、組み立てまで成功しました。ありがとうございます。これで8日目、8回目かな、7回目かな、どっちか忘れたんですけど、ちゃんと汗だか。はい、いかがでしたでしょうか。今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。8月の後半戦のピックアップ動画になってます。それでね、もしね、前編見たいなってい動画がございましたら、再生リストの方から再生できますので、再生リストをクリックしていただいたら、いろんなカテゴリーで分けてますので、そちらの方をクリックしていただいたら、それの一覧が出てきます。それでその中で気になる動画があったらクリックしていただいたら前編が見えますので、どうぞご覧ください。というわけで今日もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。56歳おっちゃんのガレージライフ、徳島からの発信になりました。それでまた明日もね、何か30年かけてこの集めた私のバイク車を撮影していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録していただいて、明日お会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。それといいね高評価もめちゃくちゃ好きなので、重ね重ねよろしくお願いいたします。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。さようなら。うわっ。